俺チャンネル伸ばそうと思ってさ、うん、調べたの、うん、他の動画、うん、他のチャンネル、うん、どうしたら伸びるかなと思って、うん、そしたら一個放送をかけて、うん、体のさ右側の話バックスイング側そうバックスイングとか切り返しとか、うん、ダウンスイングっていうのが伸びてるってことに気づいちゃったんだよね。なるほどね。だからもうそれやるしかないから。やらないよやらないの。やらないよ。伸びるよ。伸ばしたいけど嘘はつけないからやらない。あ、嘘はつけない、うん、そっちの方が大事じゃないから。インパクトフォローの方が大事だから、うん、その動画が伸びるって言われたって、うん、絶対やらない。でもそういう動画が見られてるってことは、うん、そういう悩みが多いのかな。悩みじゃないもんさ。悩みじゃないの。悩みじゃない。悩みに入ってること自体がおかしいから。そうなの。こっち悩んでんだったらいくら悩んでもいいのよ。うん、どうやったらまっすぐ行くのかな、どうやったら飛距離が出るのかな、どうやったら方向性が出るのかなっつって、インパクトからフォローする側が悩んでるんだったらめっちゃくちゃ相談乗る。うん、丸一日でも、うん。こっち側で悩んでったら、あの解決してから来てくださいっていう。だってこっ大事じゃないんだもんだって。右側って。うんうん、そうなの。そう。左側が大事だから。え、でも切り返しでナイスかどうか分かるって言うじゃん。うん、それは分かるだけであって。うん。分かるだけであって、うん、大事なわけじゃない。そう。それを大事かどうか決めるのはこっちだから。え、前も言ってたけど、それはどういうことなの？境目がインパクトだから、うん、ボール打つ。うん。インパクトから切るよ。切る。うん。右と左で。うんうん。ボール飛んでった？飛んでかないよね。じゃあ今度左側やるよ。うん。ボール動いたよね。ああ。そう。ボールが動くのは左側だから。そうだね。うん。右側どんだけ120点作ったって、ボールは飛んでかないんだから。だからね。そりゃそうだ。うん。でもこんな反応が来るんじゃない？一連の動きなんだからって言われない？ボール投げてみましょうか。完璧な肘の動きだったり、うん、完璧なスローイングだったり、自分の理想の形があります。うん、でもさ、例えば野球の守備をやってたりすると、うん、自分の正面に投げたくても投げれない状況とかもあるじゃん。例えばじゃあこっからさ、うん、右のグリーンに投げたいときに、うん、そこのグリーンね、うん、投げたいときに自分の完璧な体の向きに対してのフォローを取ったら、うん、向こうだよね、本当は。本当そう。だけど左飛んでいくじゃない。飛んでいく。そういうスイングをしてる人が多いのね。あ、うん。だから、ゴルフのスイングはこうやって振ったら完璧だっていう方向が、もうターゲットからずれてるわけ。はいはい。そう。でも、まあ、少なからずプロゴルファーって、ターゲットにクラブを振るのね。まあ、狙ってんだから。そう。そうなの。狙ってるからそうだよね。そう。打ちたい分、例えば、うん、こっち向いてたって、向こうに打ちたかったら、うん、こうやって狙いたい方向にクラブを出せなきゃいけないわけ。でも、毎回動画で言うけど、うん、その自分のスイングをしようとしてたら、うん、ターゲットに飛んでいかないのよ。あ、そう、こうやってやってたって、うん、ターゲットに振ってないじゃん。振ってない。ただ自分の振りたいスイングしてるだけでしょ、はいはい、だから狙い撃ちをしてないの、うん、だからフォロースルーで自分が打ちたい方向に、うん、こうやって意思表示をしなきゃいけないって前も動画で言ってる。そういうスイングができてから始めて、じゃあ向こうにクラブを出すために、じゃあこっちはここに収めなきゃいけない、ここに収めなきゃいけないってなってくるから。先にあるのはフォローなわけだ。そう、こっちが先決まってたら収まる場所は1個しかないから。ああそうか、確かに確かに。インサイドインには触れないからねアウトサイドアウトには触れないでしょ。そうだね。そうだから、こっちをそんなに大事にしちゃダメよ。確かにおろそかにしちゃいけないよ、うん、いけないけども、こっちを優先したらこっちが勝手に決まっちゃうから、出る球は1個しか打てませんよっていう。
フォローを先に決めて、うん、それに合ったバックスイングを作ってあげなきゃいけないってこと。なるほどね。そう。バックスイングが先じゃないってことね。フォローが先なんだね。そう。大事なのは、フォロー、インパクト、バックスイングの順番。はいはいはい。そう。それを含めたアドレスを送りますよ、うんうんうん。そうなってこないと、スイング、打ちたい球も含めたスイングっていうのは完成してこない。確かにボール投げるときに狙ってるところに出てくるよね。そうでしょ。どこに引くかは考えない、投げるときは。そうでしょ、うん、あのスローイングする方を考えるでしょ。そうだね。投げるターゲット。そうだね。だけどゴルフは考えなくなっちゃう。考えないんだよね。そうなんだよね。本当そうでしょ、まあ、投げるときは確かにそうだわ。投げるとき考えるよね。考える。そう、本当そうなの。俺もそう思うよ、ね、なんでボールを素手で持って投げるときは、うん、投げたい方向に手を振るじゃない、うん、だけど今登録の言ったようにクラブになると、うん、ただ振るだけになっちゃう。なっちゃう。そう。だから何石が出るかは分からないわけよ、うんうん、振ってるだけだから、うん、ナイスショット打とうとしてるかどうかっていうのはもちろんみんなナイスショット打とうとしてるんだけど、うん、ちゃんとした方向にこうやって出していく仕草っていうのが少なすぎる、うんうん、そうだね。そういう部分がちゃんとしてくると、うん、順序って言ったらね、また話は違っちゃうかもしれないけど、うん、優先順位というか、うん、何が大事かっていうのがはっきりしてくると、うん、やることが限られてくるよ。毎回同じこと言ってるんだけど、そうなってくる。すごい大事だと思うよ。だからバックスイングはもちろん大事だけども、うん、それよりも大事なことがありますよっていう。ほんと変なんです。バックスイングってほんとこう全然適当でもちゃんとしたフォローがこうやって取れてれば、うん、ボールはまっすぐ飛んでいくから。まっすぐは行くんだね。そう、狙ったところに、うん、全然フォローを取ろうとしたらちゃんとまっすぐ行くから。まあそんなに薄い人はいないからね。わかんないよ。わかんなくない。それはわかんなくないっしょ。いくらなんだってさ。どう今のバックスイング。もうかっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。来年の干支みたいでしょ。水拳みたいになってたから。ドラゴンバックスイングだから。水拳水拳みたいになってたから。そう、ああやってやったってフォローがちゃんと、インパクトとフォローがちゃんとできてればまっすぐ飛ぶんですから、うん、だからバックスイングが大事っていうのが今のでなくなったわけでしょ、うん、そういうことですよ。え、じゃあ反対やってみてよ。バックスイング完璧に出るのにフォローがクソ追ってるやつ。左行くでしょ。本当だね、うん、右行くでしょ。よく打てんね。右行くでしょ、うん、そんなもんだって。右行ったやつやばかった。手がすげえ出ててでしょ。やばい。そう。だからそれをさ、向いてはいけない方向に来るとか。そうでしょ。やばいでしょ。上と下もあれにあるわ。今右と左やったじゃん、うん、あれ上と下もあるから。だからそういうのがフォローがちゃんとできてないと、うん、ボールはまっすぐ飛んでいかないの。そうだね。これ現実だから。そうだね、うん、だからもちろんね、何回も言うけどバックスイング大事よ、うん、大事だけど、うん、フォローの方がもっと大事。そうだね。今までレッスンしててフォローちゃんとできてんなっていう人いた？半分いいからね。あ、でもいることはいるよ。もちろんいる、もちろんいる、もちろんいるし、でも 2,3 割じゃないかな。そんぐらいしかいない。本当は一番多くなってほしい分野だからさ。我慢できない。上としてもやっていい。上ね、最初いいよ。あ、なっちゃうから。行かないでしょ。行かない、行かない。そう。まあ、分かってたけど、うん、行かない。行かないね。そう。バックスイングが多少良くても、うん、思ったところに行かないんで、うん、フォローを大事にしてください。本当です。そうだね。ワンナップゴルフはフォロワーを大事にします。あら、本当ですか。本当ですか。はい。なので、今後とも、ワンナップゴルフをよろしくお願いいたします。ね、だ本当に今回伝えたいのはですね、バックスイングも、もちろんね、適当な場所に上がってはいけないんですけども、優先順位として、フォロー
インパクトが決まった後に、それに対して合うバックスイングを取っていただけたら、無理ないスイングができるんで、その順序で考えていっていただきたいっていう動画ですね。こう撮りたかったんで。まあ、気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。